ロバート・クリフトン・ウィーバーロバート・クリフトン・ウィーバーロバート・クリフトン・ウィーバーはアメリカ合衆国の政治家。リンドン・ジョンソン政権で初代住宅都市開発長官を務めた。アメリカ史上初めて閣僚級のポストに就いたアフリカ系アメリカ人である。ロバート・クリフトン・ウィーバーは1907年12月29日にワシントン DC において誕生した。 ウィーバーはハーバード大学で学び、1934年に経済学の博士号を取得した。ウィーバーは1935年にエラブイン・ヘイスと結婚した。ウィーバーは妻エラとの間に子供を一人設けた。ウィーバーは友愛界オメガプサイハイの名誉会員となった。ウィーバーは1933年に連邦政府職員となり、1940年代半ばまで 政府書機関で事務官、顧問役を務めた。ウィーバーは1933年から1937年まで内務省において内務長官の顧問役を務めた。1937年から1940年までは公共住宅機関の特別補佐官を務め、続いて1940年に国防諮問委員会の行政補佐官を務めた。第二次世界大戦後、 ウィーバーは複数の大学で教員を務めた。ウィーバーは1947年から1951年までノースウェスタン大学、コロンビア大学、ニューヨーク大学で教授を務めた。またウィーバーは1949年から1955年までジョンヘイホイットニー財団で勤務した。1955年から1959年まではニューヨーク集賃体管理官を務めた。 1960年、ウィーバーはニューヨーク市住宅再開発公社の副長官を務めた。1960年の大統領選挙でジョニー F ・ケネディが当選すると、ケネディはウィーバーに対し、住宅資金公団長官への就任を要請した。ウィーバーはこれを受諾し、翌1961年に着任した。ウィーバーはケネディ大統領が立ち上げた。 住宅都市開発省設立構想を支持した。ウィーバーはケネディ大統領に協力し、ケネディ大統領は、ビーバーに対して、住宅都市開発省の創設のためのあらゆる支援を施した。ケネディ大統領は、通常立法により、住宅都市開発省の創設することを試みた。ウィーバーは、法案の基礎を支援した。だが、共和党議員を呼び、 南部民主党議員が猛烈に反対し、失敗に終わった。翌1962年、ケネディ大統領は、組織再編成の権限を行使して、再び住宅都市開発省を創設することを、試みた。しかしながらこれも、議会に反対により棄却され、失敗に終わった。ビリバーは1962年の高齢者。 住宅法についても支持し、積極的なロビー活動を行った。1963年に大統領がリンドン・ジョンソンに交代した後も、ウィーバーは継続して住宅資金公団長官を任された。ウィーバーは住宅都市に関する省庁再編計画の草案を作成した。ウィーバーはまた、1965年に約78億ドルの住宅予算を作成した。 ウィーバーは低所得家庭に対する賃貸量の炎上増大や公営住宅の拡大に取り組んだ。1966年、住宅都市開発省が創設されると、リンドン・ジョンソン大統領はウィーバーを初代長官として選任した。ウィーバーはアメリカ建国史上初めて黒人として閣僚ポストに就いた。ケネディ大統領時代に立ち上がった。 住宅都市開発省の設立構想は、政権がジョンソン大統領に交代した後の1965年になってようやく承認された。その当時、初代長官としての最優力に、ウィーバーの名前が挙げられてはいたが、明確な就任要請は取り付けられていなかった。ジョンソン大統領自身も、個人的にはウィーバーを初代長官の候補として考えていはいたが、 ポストを内定するには至らなかった。ジョンソンは大統領はウィーバーを初代長官とすることの是非をめぐって全米国人地位工場協会事務局長ロイ・ウィルキンズと論議を交わし賛否双方の立場からウィーバーの適性について検討した。ジョンソン大統領とウィルキンズ事務局長はウィーバーの着任は肯定的な注目を受けるであると予想した。ただし、 ジョンソン大統領は、ウィーバーが政治的誤解を招きかねない人物であることも考慮していた。住宅都市開発省創設の議会投票の前、ジョンソン大統領が、ウィーバーについて、1000の言葉を用いてののしってやりたいほどのバカ野郎だよと言及したところ、ウィーバーはその言葉通りのパフォーマンスを行った。またウィーバーは、住宅資金公団の長官として、 少なくとも中産階級にとっては不利益とならない制度を作るべきとの指針を示していた。住宅都市開発省の創設には貧困層の救済という名目があったため、ウィーバーは中産階級に対する考慮という観点なしには、住宅都市開発省の創設に協力することは難しいと示唆していた。 しかしながら住宅都市開発省の創設の功労者であるウィーバーを初代長官として指名しなければウィーバーが政治の犠牲者とされ政府が非難される可能性があったウィーバーには少なくとも何らかのポストを与える必要があったジョンソン大統領はウィーバーが就任指名を受け入れなかった際にも別のポストを提供する意思があることを個人的に示したジョンソン大統領は 住宅都市開発省の初代長官として、ウィーバー以外の人物も検討し、あらゆる戦略を練った。だがその候補者の中に、黒人は含まれていなかった。ジョンソン大統領は、組織の長としての資質があるだけではなく、民衆に興奮を与えられる仕事をできる人物を望んでいた。候補者の一人は、黒人は、 自分の身の回りの世話をできるだろうが、私はそれ以上のことを黒人に与えられると述べた。ジョンソンは南部民主党員との関係を懸念し、そのような人物には見切りをつけた。ジョンソン大統領は有力な候補として、シカゴ市長、リチャード・デイリーやロックフェラー兄弟財団会長、ローレンス・ロックフェラーを挙げた。また、シカゴのウスウエスタン鉄道社長、ベンジャミン・ハイネマニや、 国務省特別顧問バーンバーナードを時間候補として挙げ、ウィーバー体制から段階的に権限を異常させることも検討した。最終的にジョンソン大統領はウィーバーが最良の初代長官候補であると結論付けた。ジョンソン大統領はウィーバーと1966年1月3日に簡単な会談を行った。その時の様子について後に 黒人初の連邦最高裁判事となるサー・クッド・マーシャルは彼は100%信用できると言っていたと述べた。1966年1月5日、ジョンソン大統領は初代長官としてビーバーを起用することの有用性について大統領報道官ビルモイヤーズから報告書を受け取った。そしてジョンソン大統領は報告書の内容を鑑みた上で、 住宅都市開発省の初代長官として、ウィーバーを起用することを決断した。ジョンソン大統領が受け取った報告書によると、ウィーバーは他のどの候補よりも精力的に仕事をしており、ほとんど不可能とも思える職務でさえ遂行していると書かれていた。そしてウィーバーは、協調精神が強く、見た目よりも情熱的、刺激的で、 より知制的であると記述されていた。ウィーバーはこの報告書を介して、ジョンソン大統領に強い印象を与えた。ジョンソン大統領はウィーバーを寛大で進歩的なアフリカ系アメリカ人であると確信し、ウィーバーに対して住宅都市開発長官への就任要請を出した。ウィーバーはこれを受諾した。そしてジョンソン大統領が、 報告書を受領してから10日後の1966年1月15日、ウィーバーは連邦上院の承認を獲得した。ウィーバーは1966年1月18日に初代住宅都市開発長官として着任した。ウィーバーは1969年から1971年までバーナード・バルーク大学学長を務めた。 ウィーバーは1971年から1978年ハンター大学で都市問題の教授を務めた。ウィーバーは1997年7月17日に死去した。2000年、ウィーバーの功績を称えて住宅都市開発省の本庁舎がロバート C ・ウィーバー連邦ビルと改名された。当該庁舎は1968年にウィーバーが 落成式典を行ったビルであった。ウィーバーは黒人問題や住宅都市問題に関する数多くの書籍を執筆した。主な書籍に以下のものが挙げられる。ありがとうございます。